ダンゴ子オカは、カサゴモクカジカアモクに所属する魚類の分類群の一つ。北半球の冷たい海に分布し、ダンゴ王ホテイウオなど六属28種が所属する。丸みを帯びた独特の体型と体表を覆う無数の突起及び吸盤状に変形した腹びれが特徴のグループである。仮名の由来はギリシア語のククロスとプタークスから。 団号丘の魚類はすべて海水魚で、北極海を含めた北半球の寒冷な海に分布する。ほとんどの仲間は、北、太平洋を主な生息域とし、北、大西洋に分布するものは、ランプサッカー、サイクラ、アプター、スランピスなど、ごく少数に限られる。一般に、訂生性で、吸盤状の腹びれを使って、岩に張り付いた姿が観察される。 浅い沿岸の岩礁に住むものから深海に差し掛かる大陸方や大陸斜面上部で生活する種類まで分布推進は様々である。例外的にホテイブオアプトサイクリスベントリカススのように制御が深海の中層で浮遊生活を送る種類もいる。植生は肉食性で主に多毛類、甲殻類、軟体動物を捕食する。一部の種類は 水や空気を吸い込むことで、フグのように体を大きく膨らませることができる。産卵は通常沿岸の旋回で行われ、前日の補定魚などは繁殖期に沖合から長距離の回遊を行うことが知られる。オスが卵を保護する習性を持つ、イボダンゴ族の一種、風船のような丸い体と体表を覆うイボ状の突起が、 本家魚類の特徴である暖を岡の魚類は丸みを帯びた球状の体を持つことが大きな特徴である。体表は多くの突起に覆われ、その数や形態および配列は同定のための重要な形質となっている。体長 10cm 程度の小型種が多いが、最大では全長 60cm にまで成長する。浮き袋を持たない。メディアを再生する。 風船魚を吸盤のように変化した腹びれは、同じ団子を上下に属する草魚と共通する特徴である。両グループともに、エラの開口部は小さく、体側の側線を描く。背びれは2つあり、第一背びれは4から8本のトゲ状、第二背びれは8から13本の軟状からなる。草魚かとは異なり、背びれ、尻びれは、尾ひれと連続しない。 背びれの規定はいずれも短く、第一背びれは皮下に渦漏れることがある。尻びれは短くと下状を書き、7から13卵状で構成され、第二背びれと対ありする。エラ上骨は6本で、椎骨は23から29個。ランプフィッシュキャビアとは、ランプフィッシュの魚卵。フランスやドイツでは、魚卵の総称で、キャビアという言葉を使用する場合がある。日本では、 キャビアというと、ウザメの卵を刺す場合が多く、誤解されやすいが、ランプフィッシュキャビアは、上記にも述べた通り、ランプフィッシュの魚卵の意味である。ランプフィッシュの卵の本来の色は、薄いピンク色だが、現地では、古くから、様々な色に着色されて食用に供されていた。比較的安価で美味。ゴウオカには、ネルソンの体系において6属28種が、認められている。 かつては、本花と近縁の草魚家と一つの都画として、まとめられていたほか、補定魚赤と団子魚赤の2赤を設置することも、あった。2015年、北海道大と兵庫県立大の研究チームにより、コンペイトーコブ風船魚ナメ風船魚の3種は、同一種であることが確認された。ランプサッカー。横綱団子魚とも呼ばれる、本花中の最大種。卵は、 ランプフィッシュキャビアと呼ばれ、塩漬けとして利用されている。近年、資源量の減少が著しい団子をレス取ります。あわえ、北日本の沿岸で普通に見られる、体長4センチメートル程度の小型種。体色には変化が多いホテウオアプトサイクリスベントリカスス。空気を吸い込み、体を膨らませた状態。北海道では、ゴッコとも呼ばれ。 郷土料理ごっこ汁の材料として陳徴される。ありがとうございます。